ステファン・ベルナディスは、フランス出身の男性フィギュアスケート選手。1998年長野、オリンピックペアフランス代表。2000年世界選手権3位。パートナーは、サラ・アビトボル。ブローニュイコールビアンクールに生まれ、8歳の頃に、スケートを始めた。1992年より、サラ・アビトボルトペアを結成し、 1992から1993年シーズンの世界ジュニア選手権に出場し、11位。同シーズンにはシニアクラスの欧州選手権を呼び、世界選手権へも出場を果たし、欧州選手権では14位、世界選手権では19位に終わる。翌1993から1994年シーズンにはフランス選手権で優勝したものの、 国際大会では表彰台に上ることもなかった。1995から1996年シーズンより ISU グランプリシリーズへの参戦を果たした。ISU グランプリシリーズでは表彰台に上ることはなかったが、スケートイスラエルで優勝。1996年欧州選手権で3位となり、頭角を表す。 1998年長野オリンピックでは6位入賞を果たした。長野オリンピック後の1998の1999年シーズンラリック杯で ISU グランプリシリーズ初優勝を飾り、翌1999から2000年シーズンにはラリック杯で優勝、スケートアメリカと NHK 杯で2位となり、2度目の進出となったグランプリファイナルで2位となる。 地元フランスのニースで行われた2000年世界選手権では、ショートプログラムで4位となったもののフリースケーティングで逆転し、総合3位となり、フランス選手としては1932年のアンドレ・ブリュネピエール・ブリュネ以来68年ぶりのメダルを獲得した。しかし、翌2001年世界選手権は途中棄権し、ソルトレークシティオリンピック出場枠を得ることができなかった。 2001から2002年シーズン、オリンピック予選会に指定されたゴールデンスピンで優勝し、ソルトレイクシティオリンピック出場枠を獲得。2002年欧州選手権では、自己最高位の2位となる。メダルが期待されたソルトレイクシティオリンピックであったが、オリンピック直前に、パートナーのアビトボルがアキレス腱を断裂し、欠場。翌2002から2003年シーズンをもって引退。 ありがとうございます。